ベルリン文化カーニバルでトミー・ホル・エリングセンとレオーナ・ヨハンソン・セックスは森を救う会は2003年にレオーナ・ヨハンソンとトミー・ホル・エリングセンによってノルウェーで結成された非営利の環境団体。世界の熱帯雨林を救うためにポルノを制作するか公共の場でセックスすることによって資金を調達する。グループは最初の6ヶ月間ノルウェー政府から資金提供を受け取った。 世界初のエコポルの団体である。最初の年に熱帯雨林保護のために団体の運営するポルノサイトで有料会員を募り10万ドル以上の純利益を計上した。しかし正当な手段でなく利益を分配することは困難だった。ノルウェーとオランダの WWF は FFF から寄付を受け取ることを拒否したためセックスは森を救う会は直接 アマゾン熱帯雨林でコスタリカの先住民と活動する計画に取り組んでいる。ノルウェーの歌手、クリストファー・シャウとそのバンド、ザ・カム・シャッツが出演したロックフェスティバル、クオートフェスティバルでメンバーのうちの二人が熱帯雨林での人間活動の影響についての短いスピーチの後にステージ上で成功をしたことにより、グループは悪名を高めた。 クリスチャンさんの法廷によって命じられた罰金刑から逃れるため団体は本部をドイツのベルリンに移した。ありがとうございます。